かけ流しとは、温泉の浴槽への給湯、排水方法の一つで、地中から自然に湧き出した温泉水、掘削後自奮した温泉水、地中にある源泉から機械的に汲み上げた温泉水を浴槽に直接供給し、浴槽から溢れ出た湯を排出することである。源泉かけ流しとも。かけ流しの例。 湯船から温泉が溢れ続ける古くからある元々の温泉の利用形態は基本的にかけ流しの状態であり、その言葉自体必要ではなかった。循環風呂登場以降もすぐにはかけ流しに対する注目は集まらなかった。掛け流しに対する注目が最初に集まったのが2000年から2002年にかけて発生したレジオネラ菌騒動である。 日帰り入浴施設などに設置された循環風呂設備で繁殖したレジオネラ菌を原因とした死亡事故により菌の繁殖の温床となった浴槽内循環器を用いない昔ながらのかけ流しに対して注目が集まったその後温泉愛好家の間ではかけ流しされているかどうかが温泉を楽しむ要素として着目されるようになっていった2004年に発生した温泉偽装問題以降 顧客の厳選志向に対応するため、厳選掛け流しを歌い文句にする旅館、入浴施設が増加した。さらに現在では、浴室が全古掛け流しの温泉であることを宣伝文句にしたマンションまで現れている。なお、掛け流しという表現は、松田忠則がその著書で自らが初めて用いたと主張している。厳選掛け流しの語は、野口悦夫が作ったとする見解もある。 かけ流し浴槽に注がれる温泉水は空気に触れることによる劣化や変質が始まる前の新鮮な状態であることが多く、その源泉本来の泉質が感じられたり、湯の花が浮遊していたりすることが多い。また、消毒のための薬剤を加えていない場合が多く、感触や特に匂いに関して違いが出やすい。このような特徴により、かけ流しであるか否かが入浴施設、 ホテル、旅館を選択する際の判断材料の一つになり得る。かけ流し方式の浴槽に入浴することが循環方式よりも疾患への効能が高いという証明は今のところなされていない。基本的に湯船からお湯が溢れている場合、それと同量の水が注がれていることになり、そのものが源泉からの温泉水であるとき、かけ流しの状態と言える。色、匂いの濃さ、 湯の花の浮遊の有無等でもある程度判断することもできるが無色透明無味無臭湯の花がない泉質等もあるので通常は湯口から注がれた湯量と湯船の円からオーバーフローする湯量のバランスで判断する特に湯口から大量の湯が注がれているにもかかわらず湯船から溢れる湯量が少ない場合は循環装置を併用している場合が多い2005年に 温泉法施行規則が改正され、温泉を使用する入浴施設に掲示する、温泉分析書に、の有無を明記することが義務付けられたため、これらの記載と、浴槽の状態によりかけ流しか否かを判別することができる。また、日本温泉協会が定め各施設が任意で掲示する、天然温泉表示看板にも循環、露化、加水等の有無について記載がある。 これらは2000年代初頭に温泉入浴施設における入浴剤の使用、循環方式を採用する施設でのレジオネラ菌の繁殖等と合わせてなどの不当表示が社会問題となったことを受けての措置である。日経ネット正しい温泉は源泉かけ流しアーカイブド2008年6月27日アットザウェイバックマシン源泉かけ流し 野口悦夫さん、旧姓ザクザク2008年11月26日。ありがとうございます。